だからこそ期待以上のものを皆さんに届けられたらいいなお兄ちゃんに対してムかつくなって思うことはたくさんあるんですけどあ<ー>なげよバーガうるせよさあ少し中心に目線を移していただきます今中心ですね真ん中にお二方お願いいたしますこんにちは合気会の平本ジョーです、えーまあ、今回デビュー戦でまあこんな大きい舞台でできるのはまあ 普通じゃないと思うんで、だからだからこそ期待以上のものを皆さんに届けられたらいいなと思ってます。絶対勝ちます。ありがとうございます。さあ、対戦相手の有志選手お願いいたします。えー、皆さんお久しぶりです。uc ですえー、1年ぶりに r i z i の舞台帰ってきました。えー、っと大晦日、今年は呼んでもらえないかなと思ったんですけど、ギリギリで呼んでいただきました。あの、もう少しだけ早く呼んでいただけたら、もう少しいろんな準備ができるんで、あのこれからよろしくお願いします。えー 今回はまあ平本蓮の弟ってことで、ちょっと本当にあのお兄ちゃんに対してムカつくなと思うことがたくさんあるんですけど、弟にはまあ全然因縁もでも何でもないんで、の可いい子なのかなと思うんですけど、試合見させてもらったら、ちょっと今は。長よ、バーカ、うるせえよ。お前 <laughs>。まあまあまあ。黙れよ、お前。まだね。だよこいつのレベルで、黙れよこいつは俺のレベルに到達しないと思う,んでう。誰も聞いてねえだろ、お前。だめじゃねえお前。あ <laughs> まあいいや、ごめんね。 もしっかり会場で盛り上げるんで、えー、応援よろしくお願いします。